ブルーフィッシュは、プログラミングと Web ページ作成のためのフリーなテキストエディタである。ブルーフィッシュは、様々なプログラミング言語、マークアップ言語による開発をサポートしている。ブルーフィッシュは Linux、Microsoft、Windows、MacOS など多くのプラットフォームに対応している。比較的軽量なテキストエディタだが、プロジェクト管理などの統合開発環境のような、 強力な機能にも対応している。シンタックスハイライト、自動保管、コード折りたたみ、自動回復機能、アップロード、ダウンロード機能、ユニコード対応ウェブブラウザなどを内蔵している。プログラミング言語、マークアップ言語に対応したスペルチェッカや複数のドキュメントプロジェクトの管理に対応している。ブルーフィッシュは複数の文字コードに対応している。ブルーフィッシュは プラグインとスクリプトによって機能の拡張が可能である。ブルーフィッシュ2.28以降では SAS に対応した。ブルーフィッシュは1997年、クリス・マズクとオリビエ・セシンクによって Linux 上でウェブページ作成を行うユーザーを支援するために開発が開始された。ブルーフィッシュは現在とは異なる名前で開発が開始された。最初は THTML エディターという名前だったが謎めいた名称であったので放棄された。次の名前であるプローズットは様々な国のこの名前を商業的に使用しているウェブ開発企業との衝突を避けるために放棄された。ブルーフィッシュという名前はメイリングリストにロゴが提案された後に決定された。ブルーフィッシュ1.0以降は新たなロゴに置き換えられた。ブルーフィッシュは ウィジェットツールキットに GTK を採用しており C 言語で書かれている。C 言語によるプラグイン API が存在するがメンテナンスされていない部分とされている部分を分離するために利用されている。Python によるプラグインも存在するが b l u e f i s h 本体とやり取りをするためには C 言語によるプラグインが必要となる。b l u e f i s h は OTO Tools を利用して ビルド環境を設定する。ブルーフィッシュは GCC と LLVM クランの両方でコンパイルが可能となっている。Windows では m i n g を利用してコンパイルを行う。ありがとうございます。